TBS 宮崎と熊本のフリップミスがネットで話題。内容はこちら。TBS の宮崎と熊本のフリップミスが話題のようです。では、内容を見てみましょう。日本動演さんのツイート。おい TBS、そこ熊本やないぞ。宮崎やぞ。さすがにこういう感染者表記に関しては、十分気をつけないとダメでしょ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。この分じゃ、鳥取と島根は分かっていないな。宮崎と佐賀は分からないと思う、おい。フリップ制作者は地理が苦手なのでしょうか。でも、熊本と宮崎くらい分かりそうな気がしますがね。次はこちら。さすが TBS。もう日本人が少ない企業なんだろうな。確かに今は多くの企業がグローバル化していますからね。でも、テレビは未だに影響力がありますので、制作関係者には気をつけてほしいものですよ。次はこちら。おい TBS わらわら、宮崎はまだ持ちこたえてるぞ。こんな間違いを起こしてたら、宮崎の方々から苦情が来ますよ。最後はこちら。日本の放送局じゃないのかもね。日本の地理を分かっていない奴が作ったな。とにかくいろんな憶測を呼びますので、TBS はミスを起こさないように気をつけましょう。結論。新型コロナの報道に関しては、もっとしっかりしていただかないと混乱を招くだけです。たかだかフリップミスだと思わないで、今後このようなミスが起きないように、報道機関には気を引き締めて仕事をしていただきたいものです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。